自炊スキャンに大活躍。スキャンテイラーの使い方。今回は機能紹介ということで、スキャンテイラーを用い、左上のデジカメ写真を、上のような TIFF 画像に加工してみます。スキャンテイラーを立ち上げたら、まずは新規プロジェクトを選択します。次に、入力したい画像ファイルを、含んだフォルダを選択します。すると、指定したフォルダに含まれる画像ファイルが、プロジェクトに含まれるファイルの、欄に表示されます。処理に含めたくないファイルが、含まれている場合は、ファイル名を選び、くの字のボタンで左の欄に、移動します。また、本のページが右から左へと、進む場合は、ページを右から左へと配置の、チェックをつけます。今回はファイル一つなので、これで OK。入力画像の DPI を、引かれてしまいました。今回はデジカメ画像なので、適当に入れちゃいます。デジカメで適当に撮った写真が、開かれました。そうしたら、まずはじめに画像の向きを合わせます。今回はそのままで OK ですね。画像が複数ある場合は、適用範囲で指定することで、同じ設定を他の画像にも、適用できます。2工程目に進みます。左上の、2、ページを分割を選択してください。なんか、いい感じに自動で分割されましたね。今回はうまくいっていますが、荒ぶってることが稀によくあるので、その場合は手動で調整してあげてください。3工程目に進みます。左上の、3、傾きを修正を選択してください。ここからは、2工程目で分割したページ単位での、作業になります。傾き修正も、デフォで大体は自動修正してくれます。しかし、今回は画像が歪みすぎていて、自動では難しそうです。次工程の、反面選択を意識して、修正します。4工程目に進みます。左上の、4、反面の選択を選択してください。反面とは、本文などの内容部分が、印刷されている範囲のことを、言います。出力したい内容が、すべて収まるように、範囲を調整してください。あ、ちなみにマウスホイールの操作で、拡大縮小できます。5工程目に進みます。左上の、5、余白、を選択してください。余白は文字通り余白です。反面に対し、どれだけ余白をつけて出力したいか、お好みで設定してください。サイズを他のページに合わせる、の、チェックがついていると、一番大きいページのサイズに、全ページが統一されます。6工程目、最終工程の出力に、進みます。左上の、6、出力、を選んでください。ここでは、出力解像度の設定、カラーの設定、画像範囲の設定、歪み補正、塗りつぶし処理、微小なゴミの除去などを行います。一つの工程になっていますが、ここからの作業が、全体の 50% くらいの、ウェイトになります。何か騙された気がしますね、わら。で、中央の画面の右側に、縦に並んだタブがあります。これの、出力のタブの状態が、出力結果になります。出力するためのボタンなどはありません。出力結果が画面に、表示されていれば、すでに出力用フォルダに、TIFFが入っています。そして、途中の工程を修正した場合は、出力結果を再表示させたところで、また自動で出力されます。そんなこんなで、非常に重いです。ここら辺が、多少なりとも、効率が良くなりそうな手順は、別の機会に紹介したいと、思います。
とりあえず今回は、機能を一通り見せていきます。まず、出力解像度設定。お好みで設定してください。次にカラーの設定。モノクロ2階調、カラー、モノクロカラーミックスを、ページ単位で設定します。今回の2ページ目は、モノクロ2階調で問題なしですが、1ページ目は、2階調化すると写真が潰れてしまいます。かといって、カラーグレースケールを選択すると、今度は文字の部分がグレースケールになってしまいます。なので、こういった写真と文字の混在ページは、ミックスを選択します。そうすると、写真の部分はカラーグレースケール、文字の部分は2階調化にすることができます。画像と認識され、カラーグレースケールになっている範囲は、画像領域タブで確認ができます。ほんの端っこが画像と認識されてしまっていました。手作業で画像領域から覗きます。これで OK です。出力タブに戻って確認してみると、あちゃー、2階調でも残っちゃってますねー。っていうか、2ページ目もひどいですねー。こういう時は、塗りつぶし領域タブで塗りつぶします。失敗。成功。1ページ目も、同じように塗りつぶすよ。ここまでで、色の設定などはいい感じになった。でも、そもそもぐにゃっと歪んでるのが、とても気になるよね。なので、歪み補正を行います。デフォルトでオフになっている歪み補正を、手動に変更します。適用範囲は、2ページ目もあるので全ページにします。ちなみに、自動括弧実験的は、後悔するのでやらない方がいいです。歪み補正タブに切り替えます。このグリッドを、本に合わせてやると、平らに伸ばしてくれる寸法です。スピードアップ。まあこんなところでしょうか。元の写真の歪みが大きすぎる。これ以上はちょっと難しい。で、最後にスペックル除去。スペックルとは、皮膚の斑点やシミのことらしい。大きなほうきのボタンほど、大きな点を除去する。まあデフォルトので良いと思う。最後にやっぱもう少し修正。最後に、もう一度出力状態を、確認。そうするとこの状態で書き出される。出力されたファイルは、デフォルトでは、入力に指定したフォルダ内の、アウトフォルダの中。最後に、出力されたファイルの、色数を確認してみます。Windows 7以降は、エクスプローラーで、ビット深度が確認できます。それにより色数がわかります。24は、8bit×3 色の、カラーということですね。一方、1は白黒2階調ということです。入力に使った画像が、カラーであったため、ミックスにしたページが、
カラー出力になってしまいました。入力する前にグレースケールにしておけば、ミックスの出力もグレースケールになります。その辺の処理の仕方などについては、別の機会に紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。